号砲鳴って最終12レース、3つ目の A 級準決勝スタート。スタート3回持っています地元長崎4番車瀬戸晋作が前を取っていきます。1番の松本秀之助、3番手外側から7番の田中陽介と圧倒的な人気の地元九州3社、松本秀之助が1周バック直線コースで前に出ました。九州3名がまず前段トリを組みまして、中段の4番手5番手が岡山両社、5番高井流星に2番特選組の高田大輔、6番手7番手四国勢後ろ詰めで6番田村優也、3番の高山雄介です。3対2対1周4コーナー隊列完成です。受けて立つか1番の松本秀之助、昨日の11レース1コーナー5番手まくり圧巻のレースでありました。連勝7に伸ばしております。初連携です。4番地元の瀬戸晋作特選競争、3番手から強襲撃で特選制しています。7番の田中陽介は今日は九州3番手固めます。4番手から5番の高井流星、昨日の8レース2着ながらマイペースの先行でありました。番手は初日の特選組2番の高田大輔、6番手後ろ詰め高井と同期6番徳島の田村優也、こちらもマイペース先行で昨日は2着の内容。番手3番高山ですけど四国2社がまず動くか、2周4コーナー高井よりも先に同期6番田村が動くのか、四国勢からレースを犯した打賞の周回、岡山勢が四国勢の後ろを続く、四国中国4社が松本大王後方に追いやってきそうだ。2コーナー田村の外から高井が前に出ます。高井流星が抑え先行打賞、6番の田村が3番手、1番の松本初日同様5番手、今日はどのタイムで逆襲転じるか。2番手と車間を少し空けた6番の田村、田村がどうする、もう1回叩き返した、最終ホーム叩き返して6番田村の先行、5番の高井流星3番手、そして昨日と同じく1コーナー5番手が1番の松本、4番の瀬戸、7番田中陽介、本戦の九州3人だが2番の高田大輔が田中をどかした、1番の松本が3コーナーで捉えて4番の瀬戸、ここに切り替えたのは2番の高田大輔、7番田中陽介、4番直線コース松本先頭、松本先頭、これで8連勝です。1番4番2番7番で入着、松本秀之助8連勝。昨日今日連日1コーナー5番手からの幕入りでありました。完勝です。田中陽介をさばいた高田大輔が3着入線です。松本秀之助、地元瀬戸晋作、岡山高田大輔、1番4番2番で入着です。最終12レース決定放送をお待ちください。